オーストラリアの映画プロデューサー、実業家、ウィリアム・アルフレッド・ギブソンの似顔絵。ウィリアム・アルフレッド・ギブソンは、オーストラリアの映画プロデューサー、映画館経営者で、ミラード・ジョンソンとの共同事業によって最もよく知られた。1906年の映画、ザ・ストーリー・オブ・ザ・ケリー・ギャングのプロデューサーの一人であり、アマルガメーテッド・ピクチャーズの設立に参画した。もともとギブソンは、 ウィリアム・ジョンソンの下で科学者として働き、初期の映画工業者たちに科学薬品類を供給していた。やがて、ジョンソンの息子ミラードと共に、自ら映画館経営に乗り出し、さらにフィルムの現像処理や撮影も手掛けるようになっていった。ギブソンは、ジョンソンと協力して、ザ・ストーリー・オブ・ザ・ケリー・ギャングの制作を支援したが、この作品は、一説には、 世界最初のフィーチャー映画とされている。この作品はテイと兄弟が制作したが、彼らはその後、ギブソンやジョンソンと共にアマルガメーテッドピクチャーズを設立することとなった。アマルガメーテッドピクチャーズは後に他の会社との合併を重ね、オーストラリアンフィルムズとユニオンシアターズとなり、両者が結びついた通称コンバインは、 1920年代のオーストラリアにおける映画配給と上映を実質的に支配した。ギブソンはその経営責任者であった。ギブソンは1920年10月19日に大英帝国勲章を受賞した。ありがとうございます。